岸田さん、キーウ電撃訪問。いやまあ言ってくれてよかったです、いやもう遅いですけどね、もっと早くに行ってほしかったですけども、でもまあね、だってこれから、だって間もなくね、日本は G7 議長国ですから、日本のね総理大臣だけが行ってないなんていうのは恥ずかしいですよねだってまあ、イギリスは早かったよね。よくあのタイミングで行ったと思いますけどね。で、バイデン大統領だって、あのアメリカがよ、よく戦争中の国の首都、空爆を受けているところに、アメリカの大統領行ったわけだから、それに比べたら日本の首相ごときなんかね、別に戦死したって大したことないし、もっと行きやすいと思うんですけどもね、あのアメリカの大統領が行ったわけですから、はい。まあ、もっと早くいてほしかったと思いますけども、でも G7 前にね、岸田さんがね、なんとか行けたのは良かったと思いますよ。まあ、いや、死んだら死んだですごいですよ、それは。それこそもう今日、未来英語教科書に載り続けますからね。いいんですよ、もう。首相になったらね、もう命を国家のために捧げるわけですよ。まあ、ウクライナ行ったって、まあ、そりゃ死にゃせんけども、仮に死んだら、それは、まあ、本望って、僕が勝手に人の人生の本望を語るのもおかしいですけども、昔なんて、じゃあ、何人刺されました、首相が。暗殺されましたか。226はなんとかね、命つないだけど、515だってね、首相殺されましたしね。まあ結構刺されたりとかもう、しょっちゅうでしたからね。伊藤博文もね、安住公に殺されましたし、まあ犬飼もそうですけども、まあ安倍さんだってあんな形でね。まあまあ結構首相とか首相、だってほら、だるまさんだって226で殺されたわけじゃないですか。まあ、原敬もそうですけどもね。何人ですか。いやー、ほんと、もう、だって、それに比べたらね、今日本のね、まあ、首相なんか、そんな暗殺なんかなかなかされませんよね。いや、だからまあ、キーウでなんか流れ弾に当たって死ぬぐらいは、そらまあまあ、栄誉なことですわ本当そうですよ、だからまあこのぐらいのね、だって実際そんな言ったって大丈夫ですよ、大丈夫ですよ本当に、でね、まあまあインドに行って、まあそのままね、チャーター機で行ったってわけですよね。まあそれで途中で、まあちょろっと報道が出ましたけれども、列車に乗って一応日本側としては、ロシアの外交ルートでね、ロシア側には、首相が行くということは伝えたらしいですけれどもね、はい。ただちょっと気になったのは、自衛官が一人も関与してないっていうんですよ。だからこれが日本の、今の法律上の、まあ、限界なんですね。だから、まあ、これは戦後ね、日本の内閣総理大臣が戦争地域ですよ、戦闘地域ですよ。だって あの日首相が行ったあの日、キーウで戦死者とか民間人死んでますからね、空爆受けて。だから交戦国に行くだけじゃないですよ、戦闘地域に行ってるわけですから。だから戦闘地域って自衛隊行けないんですよ。でも首相は行ったわけですよ。だから、だから自衛隊も行けないような危険な場所に首相が行ったわけですから。というか自衛隊が行けないこと自体がおかしいんですよ。戦闘地域には自衛隊は行っちゃいけないことになってるので、自衛官も行けないようなやばい場所に首相が行ってるというですね、おかしいことが起きてるんですよ。こんなもんね、自衛隊がしっかり関与して、もうね、百戦錬磨のね、警護ができる、ね、そういう警護のね、陸上自衛隊のね、警護のプロがバッチリついて、ね、行かなきゃ。だからね、まず、そうですね。
ポーランドは戦闘地域ではないので、政府専用機飛ばすことはできると思うんですけども、そこから先ですよね、列車に乗ってね、キーウに行きましたよ、10時間、そこから先ももう戦闘地域ですから、だからまあこうなんか自衛隊がこの首相のキーウ訪問に関与できる法的根拠がないわけですよ。奈良県警アサインすればよかったね。とんでもない失態やらかしてんだから、今度はですね、任務を遂行するね、奈良県警 奈良県警が名誉挽回でね、やらせてくださいぐらいのね、ことを言えばよかったんですけどもね、もう殉職してでも守りますみたいな感じでね、出ていけばおおって感じだったんですけども、だから自衛官が関われないというですね、これいやー、もうとっとと直さなきゃダメですよ。戦闘地域だからこそ自衛官しか行けないんですよ。こういうふうにね、戦闘地域に民間人が行かなきゃいけないこともあるんだから、自衛官だけ行けないね、そんなバカなことありますか。ですから、でもちょっと時代は変わりましたよね。本当に戦闘地域に各国首相が行っちゃうわけですからね。で、戦争中の向こうのね、大統領がいきなりワシントンとか行っちゃうわけですからね、こんな第二次世界大戦とかありえないことが起きてるわけですよ。いや、ほら、G7 にね、オンラインで出席するっていうけど、本当はゼレンスキーさん来てほしいですけどね。だから今回、たまたまこの日になったわけなんですが、近平が、モスクワに行きました。で、岸田さんが、キーウに行きました。同じ日なわけですよね。意地悪な言い方しちゃったらかぶっちゃって、近平と、向こうのね、近平がモスクワで語ったことが世界のニュースになって、岸田さんがキーウ行ったことなんか今更何しに行ったの的な感じでね、ちょっと近平の、訪露にニュース持ってかれたみたいにね、言ってる人もいましたけれども、でもこれはある意味象徴的でしたよね。日本とかアメリカとかイギリスとかは一体となってね、ウクライナを支援するわけですから、今ここへ来て岸田さんが行ってね、ウクライナをしっかり支援するということを、明確に述べたわけですよ。で、近平は近平でね、悪の枢軸を支援するっていう話ですから、で、中国が言ってることって、結局ウクライナに譲歩せよっていう話じゃないですか。で、ロシア軍の撤退もないのに停戦とか意味わかんないですから、ロシア軍も一部撤退させた上でこの辺で停戦して線を引いてとか言うならわかるんですけど、一方的にね、ロシア、にいいようなね、ウクライナに譲歩させるような形での、だからね、お互い話し合ってなんて言うのは簡単なんですよ。そういうね、なんか仲介役を担うみたいな感じですけども、今もうプーチンがやってることはもうね、国際犯罪、もう犯罪者になってるわけですからね、そこに関わり支援するっていうことは、悪人を支援するというね、犯罪者を支援するって話になるわけですから、やっぱこの近平がプーチンを支えるコミットしましたよね。で、岸田さんは、岸田さんという日本だけのリーダーではなくて、やっぱ G7 の、ね、議長国を今年務めるわけですから、アメリカともイギリスともね、オーストラリアも含めてね、がっちりと握ってる、インドもそうですよ。そういうアライアンスの中にいる、日本のリーダーが今言ったというのは、それはもう意味のあることだと思いますね。だからなんとかね、インド行ったついでに行けてよかったですね。これ行けてなかったらちょっと恥ずかしいことになったと思いますね。たまたまそういうね、近平の訪露と同じ日になったわけですけども、書き消されちゃったと言ったら書き消されちゃったんですけども、すごくこう対比がはっきり出たっていうね、感じがあったので、やっぱ近平が言ってることの言葉の内容と、岸田首相が言ってるね、言葉の内容、これを比べたらですね、どちらが理にかなってるか正しいかっていうのはですね、分かると思いますよ。
ギリギリ良かったなというところですね。